青、それはどこまでも遠く、どこまでも高い空の色。若い頃はその空に手が届きそうだった。大人になった今はその空が遠く感じてしまう。今回はヒットメーカーであるクリエイターチーム超平和バスターズが作り上げた期待のアニメ映画、空の青さを知る人を前半ネタバレなし、後半ネタバレありでレビューしていきたいと思います。最初に言ってしまいますが、年齢、性別問わずたくさんの人に見てほしい作品なので、ぜひこの映画を見た方は広めていただければと思います。はい、どうも皆さんこんばんは、つつでございます。今回レビューするのは期待作空の青さを知る人よ。名作アニメトラドラで出会い、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、心が叫びたがってるんだを手掛けた監督永井達之、脚本家岡田真理、キャラクターデザイナーの田中正義さんによるクリエイターチーム超平和バスターズが原作のオリジナル作品です。あの花ここ酒話題だけど、私はちょっと苦手だと思った人にも見てほしい作品です。それには理由がありまして、今作には結界戦線、来る、告白、君の名は、天気の子、狼子供の雨と雪、化け物の子など上げ続ければキリがない川村元気さんがプロデューサーとして参加しています。いや、今挙げた作品も苦手だって人も、今作は制作会社の方とも意見を交換した作品なので、より洗練されており、過去作は苦手な人もこれまでとは違う、今作とは楽しめたとおっしゃってる意見が多いように感じます。なのでぜひ過去作苦手な人にも見てほしいと思います。超平和バスターズの面々はチームだけなく、それぞれが関わった作品がアニメ業界でも注目作が多いです。監督の永井さんは、蜂蜜とクローバー2、とある科学のレールガン、あの夏で待ってる、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズなど。脚本家の岡田真理さんは、花咲くイルハ、フェイトステイナイト、バジリスク、甲賀忍法帳、さよならの朝に約束の花を飾ろう、ルパンザサード、ミネフジコという女など。キャラクターデザインの田中正義さんは、女子楽、ダーリン・イン・ザ・フランキス、そして君の名は、天気の子など、チームだけでなく、それぞれ個人で活躍したり、作品によってはタッグを組んで制作しています。今作は、あの花、ここ酒と同じ、秩父が舞台の秩父三部作の集大成のような作品として作っており、ファンは待望の、そして一つの括りとなる作品だと思います。ざっくりあらすじとしては、主人公は高校2年生になる葵。両親を交通事故で亡くしており、姉である茜と二人で暮らしていました。ある日、茜の初恋の人、新之助がある理由で地元に帰ってきます。しかし、新之助は昔とは、理想とは違う姿で帰ってきます。同じ時、葵の前に13年前の世界からやってきた18歳の新之助、新野が現れます。過去と今、そして未来。10代と30代の人生の迷いが交差する2世代の青春ムービーです。おすすめしたい3つのポイントとしては、1つ目、2つの世代の心模様。2つ目、ドハマりの声優陣。3つ目、緻密に鮮やかに輝き躍動するアニメ映像。まず1つ目、今作では10代の閉鎖的な地元から抜け出したいといった衝動だけでなく、両親がいないため、妹である自分の面倒を見なければいけない姉を自由にさせたい思いがある主人公の葵。妹のために好きな人との思いを断念することを決意し、理想のお姉さんでいようとする茜、未来に希望があふれ、どこまでもポジティブだけど複雑な心境の真の、夢と現実の違いに打ちのめされ、なりたかった自分とは違う今の自分を受け入れつつも苛立つ真之介、未来がわからないけど進まなきゃいけない10代と、未来の結果が現実としてあり、それでも進まなきゃいけない30代の理想郷ガンダーラがわからない2つの世代の心模様が描かれています。過去の自分が現れるといったフィクション性が物語の推進力の一つとして機能していますが、描かれている現実的な悩みや思いは偏らず、バランスよく実にいろんな世代に刺さると思います。大人の人、特に僕のように地元から出た人物でも、理想の自分ってどこ行ったんだろうと心のどっかで内に秘めながら生活している人には、若い頃の自分が今の自分を見たらどう言うんだろう、そしてどう答えるんだろうといった思いに駆られて刺さると思います。そして今の若い子は将来の自分はどうなるんだろうといった思いや、家庭環境により夢や理想の形がうまくつかめない人にも、登場人物が奏でる思いの変化が逆さり、多くの人の心に届く作品だと思います。何かが理由で地元を出たい、何かが理由で地元を出ない、地元を出たけどなりたい自分になれなかった、そんな人たちを単一的に描いたり、否定的に悪いことや失敗として描いたりしておらず、見終わった後はこの秩父三部作の集大成のエンディングにまた一歩踏み出し、空の青さを知っていたことを思い出させてくれると思います。子供は大人に、大人は子供に、不思議な気持ちにさせてくれる作品でした。キャラ造形も言動、表情まで分かりやすく細かくできており、見やすい作品だと思います。それでありつつ、ひび割れたスマホ画面、錆びたギターの弦、真野が出られないお堂、つながりを感じさせるちょっとした仕草や変化、それを映し出すカメラワークや構図、いろいろな映画的表現で施されている映像に
2度、3度とこの作品を見返し、登場人物たちにもう一度会いたくなります。そして2つ目、声優陣が今作は特にハマっている印象です。超平和バスターズの作品では初めてだと思うメインキャストに役者さんを使っています。今回はそれがバシッとハマっていました。主役の青山和歌山紫苑さん。この方は子役から活動されていますが、近年は声優のお仕事が増えているそうです。この期待作の主役に大抜擢。ちなみに映画サスペリアのクロエの吹き替えを担当されていたそうです。姉の茜を吉岡里帆さん。ここもバシッとハマっていて、あまり感情を表に出さず、抜けていそうで、人当たりも良く何でもこなせるように振る舞うキャラを見事に演じていました。ほわーっとしつつも母性を感じる声で吉岡里帆さんだとは全く思わなかったです。18歳の新野と31歳の新之助を吉沢亮さん、この方もバッチリ決まっていました。同一人物の高校生の役と30代の役と難しい立ち位置でしたが、超平和バスターズのファンでもある吉沢さんはしっかりと声優のことを勉強し演技を身につけ、同じ人物として演技しないように注意したそうです。キャラ造形やセリフ回しの影響ももちろんありますが、同じ声なのに違う人物をうまく表現できていると感じました。吉岡里帆さんも吉沢亮さんも僕は見ている最中に役者さんとしての顔が全く浮かばなかったです。これは本当にすごいと思います。近年では話題作のアニメには役者さんを起用しうまくいっていると言われている例も多く、僕も実際そうだなと感じた作品もあります。ですがそういった作品でも見ていてハマっているなと思いながらも、やっぱり役者さんの顔は頭のどっかに浮かんできますが、今作では全くそれがなく驚きました。他には演歌歌手に松平健さん、役柄と声があっており、無理なくむしろ物語のアクセントとして一役買っていました。そしてもう一人の主に関わるメンバー、正道に落合福士さん、三冠王で中日ドラゴンズ元監督の落合さんの息子さんです。子供時代はテレビで見たことありましたが、立派な声優さんとして活躍されているんですね。このどれもがうまくハマっており、作品として実にマッチしていたと思います。そして三つ目、これまでの作品も美しいアニメ作品でしたが、今作でも細かいところをこだわって描かれているように感じました。ベースを弾くシーンなんかは出てくる音がちょっと荒々しくて、こいつ今苛立ってるなとか、キャラの感情がもろに出ていたり、それでいて運指の流れなんかもしっかりとカメラが寄って映像化されていて、実にリアリティがありました。引きの映像でぼんやりとごまかしておらず、おお、ちゃんとこことここの間を押さえてると見せつけたり、にわかな僕ですが、この映像表現には感心させられました。楽器を弾くシーンはロトスコープを使っているそうです。実写で映像を撮ってそれをアニメ化する手法のことですね。プロの人を採用し、それを撮ってアニメ化してあるので、実にリアルに流れる映像でした。管楽器も出てくるんですが、作画監督に管楽器をやっていた方がいらっしゃって、見てもらったら、そのパーツは指を置かない、そうは持たないっていう指摘があったそうで、多分音楽やってる人が見てもこの作品はよくできてる音楽シーンだと思わせてくれると思います。車を運転している茜のアップのシーンでも、メガネが反射してこうメガネの中に外の風景が映ったり、細かい表現もしてあります。背景やライティングも緻密に美しく描かれていました。ロケーションで撮った写真をもとにアニメ的に描かれていつつも、写真と見まがうような綺麗な映像で実にリアリティがありました。ラストで移動するシーンがあるんですが、そこも実にダイナミックなカメラワークと、これまで数多くのファンを魅了した秩父の土地を壮大に爽快に映してあり、この秩父の土地が魅力的に映し出されていました。しかもその移動のシーンもちゃんとここにいるからここが見えるときちんと計算して配置して作ったそうです。なので秩父に住んでる人はどこからどこに移動しているかわかるそうです。これは秩父に行かねばと思わせてくれます。ライティングをしっかりとキャラの心模様や心情とリンクさせてあり、光が差す位置、その強さ、色合い、影とか光源がはっきりとちゃんと細かく計算されており、そこまでやりきる姿勢に感服でした。色彩設計の人は過去作ここ酒の時に違うスタジオだったので、監督とコミュニケーションが取りづらかったので、今作を作るにあたってスタジオを引っ越して作ったそうです。パンフを読んでいて、このスタッフの自然と蔓延しているいいものを作ろうぜという気持ちがひしひしと伝わってきて、それはこのこだわりを感じる映像が作られるわけだと納得させられました。音楽も劇伴の大部分はロサンゼルスで収録しているところもこだわりポイントの一つだと思います。超平和バスターズの作品、僕は好きなんですが、苦手な人の中だとここが泣きどころですよといった、ある種求められてくるような表現に感じてしまう部分もあるかもしれません。本作はどちらかといえば自然と思いが溢れてきて爽やかな感情に包まれると思います。そして僕は今作でも泣いてしまいました。ただやはりこのスタッフの最大の魅力のポイントの一つである抑えてきた感情を吐露するシーンなんかは、これまでと同様しっかりと見応えがあり、ファンの期待にも応えてあります。これまでの作品も素晴らしいですが、いろんな制作会社やプロデューサーとの意見交換を交えたことにより、洗練された作品としてぐっと今作は増してきたと思います。
脇に配置されたキャラも役割ははっきりしていますが、実はといった部分もあって記号的になっておらず、どのキャラもいいなと感じさせてくれました。監督はアニメだけど決まった表現だけにはしない挑戦をする。諦めずにどれだけ豊かに描けるのかを心情に作品を作っているそうですが、その心意気が非常に滲み出てました。今作は一旦秩父を舞台にした物語に対してピリオドとなるお話を作ってみたかったそうです。その流れから秩父から出ていかないといった本作のストーリーになる要素が生まれたそうです。またそれぞれが活躍できる作品にクリエイターの皆さんは散っていくでしょうが、アイデアはあるそうなので、またいつか集まって我々にあの花の名前を、心の叫びを、空の青さを伝えてくれるような作品を作ってほしいなと期待を胸いっぱいに持ちたいと思います。もっと世に広まってほしい。正直もっと動員伸びて売り上げ伸ばしてほしい。そしてまたヒットによって素晴らしいアニメ作品が世に生まれることを願わずにはいられない作品でした。デートでも家族でも兄弟でも親子でも、そして僕のように一人でも見てほしい作品です。台風の影響で大事な公開初週の興行が心配ですが、音響にもこだわっているそうなので集中できる映画館で一人でも多くの方に見てほしい作品でした。ネタバレなしで話しすぎたような気がしますが、ここからネタバレありに移行していきたいと思います。それではここからネタバレありのお時間です。ご覧になった方いかがだったでしょうか。僕は見終わった後もう満足感に包まれてしまい、この映画のことをもっと知らなきゃと思って即パンフレット買いに行きました。パンフレットの表紙も、井の中の蛙、大海を知らず、されど空の青さを知る、それを表したような表紙とスタッフインタビューの数々で非常に良かったです。この映像的なこだわりのために難しくて大変な作業をこなしつつ、大人と若者の2つの悩みをうまくミックスしながら素晴らしく溢れる感情で映画見て良かった、映画好きで良かった、アニメ好きで良かったと幸福感に包まれました。パーフやインタビュー読んでると、この3人と周囲のスタッフでうまくお互いを信頼して委ねつつ、プロデューサーである河村元気さんや他のプロデューサーの方々、制作会社の意見も取り入れたことにより、うまく省くところは省き、映像で語るときは語らせてあり、そこがうまく物語により強度をもたらしたように感じます。シンノが全てのことを振り切ってお堂の外へ飛び出すシーン、あの日封じ込めた思いが溢れ弾き切れるシーンは、僕も見ながらつい力が入り拳を握りしめてしまいました。そこから超現実的な空を飛び越えていくシーンになります。なんじゃそりゃと思いましたが、もう弾き切れた感情は、もうそんなこといいよと、行け、もっと高く、もっと飛べと彼らを後押しせずにはいられませんでした。その映像は実にダイナミックなカメラワークで盛大に周りを映していきます。キャラの二人の顔のアップだけを映せばもっと楽だったと思います。ですが彼らのアップを映しながらも、引きの絵で大地と共に広大に映し、天高く突き抜け大きく回り、空の高さを、広さを、そして忘れてしまっていたその青さをもう一度映し出してくれました。それにより映る秩父の街並みや、序盤牢獄のように捉えていたものが実に美しく映り、これまでのあの花、ここ酒を含めた秩父三部作の集大成として思い起こさせ、超平和バスターズの面々に感謝せずにはいられません。しかもその飛びながら移動するシーンもちゃんとルートを計算して、ここならこれが映ると背景まで考え尽くされているんですから、この映画を応援したい衝動に駆られます。若い二人は無鉄砲でどこまでも爽快に飛び立つ反面、大人になってしまったしんのすけは地面を走ります。すんなり行かない、タクシーも捕まらない、警官に止められる、体力も取れ、汗だくで惨めでかっこ悪くても、そんなうまくいかない道のりでも、昔のように若く飛び出すことはできなくても、一心不乱にしんのすけは走ります。若い二人の背中に後押しされ、大好きだったけど迎えに行けなかった茜に会うために、僕はしんのすけにも心を動かされてしまいました。このしんのすけの描いた理想とはうまくいっていない、その姿も単に否定的や失敗のようには描いておらず、悩んで迷った、それでも一歩踏み出したことを力強く認めているしんのがしんのすけに思いをぶつけるシーンは、僕もそうですが田舎を飛び出した人、大人になった人にはたまらない気持ちにさせてくれると思います。そして徐々にしんのとしんのすけが別人のようでしたが、しんのはうまくいってない自分でも受け入れて進もうと大人っぽさが前に出るようになり、しんのすけはうまくいってない自分でもまた諦めず一歩踏み出そうとして子供っぽさが前ににじみ出て、行動や言動が変化して、最後の車のシーンでは交差して同一人物のように感じられます。そしてラストシーンの葵ですね。ベースはリズム体としてバンドの核、それを表すように葵は自分の気持ちをぐっとこらえて、登場人物たちのためにバラバラだったそれぞれの心の音をそのベースの役割のようにうまく整え、まとめ上げてくれました。そんな彼女が自分の気持ちを吐露しながら、夕日が輝く秩父の大地を一歩一歩先へと進んでいく、
初恋の切なさと大切な人を思う気持ちと、これでいいんだ畜生と自分を納得させながら前へ進む姿に、見ているこちらも熱く、そして温かくなります。そこからあいみょんの切なさを混じりつつも清々しいエンディング曲葵、その音楽とともにクレジットに映されるそれぞれの人生の幸福なメロディーは、多幸感に包まれながら物語は終わりを迎えます。正直見ているときはちょっとエンドクレジットの映像で見せすぎかなと感じました。観客である我々に、この人物たちはこの後どうなったんだろうと少し妄想させてほしいかなとも思います。ですが、インタビューで秩父三部作の集大成、ピリオドとなる作品にしたいとおっしゃっていたように、一つの締めくくりとしてはいい演出なのかなと見終わった今は思っております。よかった、本当によかったです。あの花で大ヒットを飛ばし注目を浴びるようになってしまい、ここ酒では僕はちょっとうまくいってないところも感じてしまったのですが、この作品で僕の期待と不安を空の彼方に吹き飛ばしてくれました。キャラ造形も憎い演出を感じました。葵の常に眉間にシワが寄った感じとか、太い眉にも気の強さを感じさせつつ、目玉スターを思い起こさせるバッグにつけた目玉焼きの飾り、自分は他のやつとは違うというようなアーティストに影響された感バリバリなちょっと臭い言葉や、着ている変なパーカーに高校生っぽさを感じました。他にも真野のあの腰履きの学ランね、パンツがちょっと見えてるんですよ。それがちょっとおしゃれに見えていたなぁなんていう風に過去を思い出してしまいました。他にも正道、正嗣、地下の脇役キャラも物語の役割以外の側面もあって愛おしいキャラばかりでした。正嗣が着ていたあのアルファベットで ANH と書かれたパーカー、あれ多分あの花のことですよね。ライブハウスではここ酒の制服の女子高生が映っていたように記憶しています。過去作のファンサービスもほんの少し描いてあり、嬉しい気持ちになりました。個人的には真野と真之助のキャラのその表情がちょっと別人すぎるので、映画のどっかで真之助がこう髪を上げたり、何かしらの表現で一瞬でも二人の表情を寄せて、やっぱり同じ人物だなと思わせてくれる映像が少しでもあったら嬉しかったかなと思います。個人的には今年ベスト10に入ってきそうな作品だと思います。なんとか口コミで広まって若い人から大人まで体験してほしいと思います。青春のキラキラだけじゃないところを捉えつつ、30代のまだまだって思う気持ちと、もうって思う気持ちを抑えつつ、すがすがしい気持ちにさせてくれるのは、僕の中では近年稀に見る力強い作品だったと思います。この見終わった後の余韻とすがすがしさが本当に今年見た中でも心に来た作品でした。まだまだ見返して気づきたいところもあると思います。どうもご視聴ありがとうございました。皆さんの自由なコメントお待ちしております。そしてもしよろしければチャンネル登録、高評価もお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイ。